改めまして皆さんこんにちは。さあお届けしております災害時は786お届けしておりますけども、さあ今日はですね、はい、皆さんにですねいろんな情報をお届けいたします。そしてちょっと振り返りながらですねお話をしていきたいと思いますけども、先日ですね10月の24日火曜日なんですけども、ここ読谷村の方でですね、朝9時から、はい、平成29年大規模災害対応訓練というものが行われておりました。はい、ここでですね、嘉手納警察署、二来消防、はい、読谷村、そして私たち FM 読谷、ね、今回の方は読谷村消防団、読谷村自主防災組織の皆さん、読谷飛行組合、NPO 法人沖縄災害救助犬協会、緑安全株式会社、読谷村建設業者会などなど多くのですね自治体や企業、皆さんにご協力をいただきまして、さあこの災害訓練が行われてたんですけども、それを少し振り返りながら、今回参加できなかった皆さんなどもいらっしゃると思いますけど、こんなことをしたよ、もっとこんなことをしたらいいと思うよというものをですね、ちょっと今日はこの1時間ね、時間の許す限りお話をしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。さあそこで、通常私伊賀美幸の方でお伝えしておりますけど、今日はですねなんと嘉手納警察署の方からですね来てくださっておりますよ。嘉手納警察署警備係のですね、警備の係長でございます与那城さん、来ていただいてます。こんにちは。こんにちは、よろしくお願いいたします。お願いします。係長は初めてですか、このラジオですか。いや全く初めてですちょっと緊張して、ね、あ、緊張してますか。なんか通常はね、私の方でもこの今回の災害訓練の方で打ち合わせなどもね、はい、たくさんさせていただきましたけども、はい、ようやく実現できまして終わりました。はい、どうですか。とりあえずほっとしてるところなんですが、うん、まあいろいろ訓練の日程を決めたりとか計画とか、そうでしたね、いろいろ、準備、本当、役場の方とか、FM 読谷さんとかですね、あと地域住民の方とか、あの忙しい中、調整に付き合っていただきありがとうございましたというところですが、はい、この計画を立てていく中で、いざ本番というその前日にですね、はい、私がちょっとヘルニアで倒れてしまって参加できなかったということがですね本当に悔やまれるところなんですが、会長と一生懸命打ち合わせをしたにもかかわらず、あれみたいなでもね、やっぱり人の、災害もそうだけど、人の体っていうのもね、いつどこでどのようにして、これも一つの想定かなということで、そうだよね、想定外のことがやっぱ起きるので、うんうん、その周りがね、またどう対応するか、そうですね、はい、できてましたか。なんかみんな計画的に休んだんじゃないかって言われたんですけどそんなことじゃ本当に痛くてですね、起き上がれなくてですね、なるほどね、はい、本当ご迷惑かけました、はい、そのあたりですね、いえいえ、はい、そのお詫びというか、はい、しっかりと放送に、ね、また出てくるというね、はいはい、いや今日はねちょっとやっぱりあの、この現場の、内容だったりそういったものを私もねお話をしながら進めますけれども、はいはい、でもやっぱりこの計画だったりこの日程、またいろんなところの組織調整っていうものは係長がやってきたので、うん、ね、そういったお話もねしていきたいと思いますけど、はい、その前に野城さん、はい、この災害とかこういった訓練とかそういったものはこの嘉手納警察署の中で、署の中では、この警備課っていうところがやるんですか。まあ、そうですね、はい、うん、ちなみに警備課っていうものはどういったものを動きをしてます、大体。普段はですね、うん、まあ防災関係もそうですけれども、うんうん、あとは、まあ、何ですかね、まあ、いろいろ地域の情勢、うん、いろいろ、うん、把握したりとかいう感じですけど、うんうん、で特にこの10月、9月とかはですね、うん、防災に力を入れるところで、そうだね、危機管理とかですね、災害だけじゃなくてですね、例えば何かもう自然災害だけじゃなくて事故の災害とかもありますよね、うんうん、そうか、うん、そういったのも我々の方で、うん、こう体制を作ったりとか、うん、対応したりとか、うんうん、という感じですかね、はい、で今回はやっぱりこういった、管理をするということで、はい、やっぱ防災、今回はねまたいろんなこの、訓練の中でもね、やってきましたけども、はい、うん、やはりこういったこの災害訓練をするっていうのもやっぱり本来ならもうせめて年に1回とかね、結構やっぱりやった方がいいと思う。沖縄県のこの情勢としてどうですかね、この訓練やってるっていうのは。そうですね、
県の方では年に1回だいたい9月上旬に県の総合防災訓練というのがあったりとか、あと市町村単位でも、まあ、時期はちょっとそれぞれ自治体によって違うんですけれども、市町村単位の防災訓練があったりとか、あと自治会小さい単位で、避難訓練とか津波避難訓練とかいろいろやってますね、はい。で警察の方でも独自でまあやったりとか、それぞれの、そういう行政機関の中でですね、まあ、海保の皆さんとかいますけど、そこでやったりとか、まあ、自衛隊の方で頭上訓練やったりとか、いろいろあります、本当ですよね、はい。また今日もなんか午前中訓練行われてましたよね、はい、はい。大添自治会の方で、避難訓練がありましたけれども、はい、それもちょっと視察に行ってまいりました。どんな感じでした今回の。今回また平日ということなんですけども、 そうですね、ちょっと平日ということもあって皆さんお仕事とか、働き、なんですか、社会人の方とか、そうですよね、子どもさんとかは学校とかあるので、比較的高齢者、比較的というかほとんど高齢者だったんですけれども、50-60名来てましたから。そうなんですね。あと消防の方とか役場の方とか、今日本当に多分皆さんの携帯電話とかにもね、アラームが多分鳴ったと思いますけど、10時3分頃だったかな、その時に沖縄本島地方、大東島地方、宮古八重山地方に大津波警報が発表されました。直ちに高台へ避難してください、身の安全を確保してくださいというですね、その、緊急速報ね、これは訓練ですということで、出ておりましたけども、それに合わせてまた大添地区の方でもね、行われておりましたけれどもね、やっぱり平日ということで、また週末でもやっぱりこの時間や日にちを決めて曜日を変えてやるのはとても大切ですね、日頃からずっとここにいるわけではないですもん ね、 そうですね、はい、ね、いつもだったらお父さんがやってくれるだろうと思っても、仕事だった場合、そうです、ね、はい、お母さん一人だったらどうするだろうとか、そういったものもね、本当に各自治会の方でもいろんな形で持っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、さあ、そうはね、今日はね、本当に、与那城さんの方にはこの、先日行われました、大規模災害対応訓練ね、一つずつ紐を解きながら、はい、この後ご紹介していきますので、どうぞお付き合いの方もよろしくお願いいたします。はい、リラックスしてお願いしましょうね、はいはい、じゃあそれではですね、この後たっぷりですね、10月24日火曜日に、行われました、平成29年大規模災害対応訓練ね、多くの関係者の皆さん、そして、進行の方はですね、警備課長のですね、具志堅課長の方がね、解説を入れながら、ご紹介をしながらですね、それぞれの、部に合わせてですね、ご紹介させていただきましたけども、その内容などもですね、皆様に、この後ゆっくり、詳しくお伝えしていきますので、よろしくお願いいたします。さあ、与那城さんもこの後お願いいたしますね、はい。
て時刻は1時17分です。お届けしております FM ユータン防災情報番組災害時は786お届けしております。さあそれではですね、今日は、はい、沖縄県嘉手納警察署警備係長のですね、与那城さんをですねスタジオにお招きいたしまして、先日行われました、はい、こちら平成29年大規模災害対応訓練のですねちょっと振り返りをやりたいと思いますので、与那城さんよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、さあまずこの当日だったんですけれども、当日、はい、まずですね嘉手納署移転訓練なので嘉手納署からパトカーやいろんなものが、はい、私たち FM団交通情報も見えるのでこのカメラね、はい、警察のパトカーが動いてるのもよく見えてました移動してる移動してるみたいな、うん、そういった話をしながらですね、うん、番組も進めましたけども、はい、まずこの災害対応訓練の時にまず私たちがまずやったものはどういったものから訓練スタートしましたでしょうか。はい、災害指揮所設置訓練ということで、うん、私たちの方で、うん、まあ、名前をつけたんですけれども、はい、この災害指揮所、はい、設置訓練というもの、はい、でこれはですね、うんうん、地震とか津波とか、うん、まあ、災害発生したときに、まあ、特に大規模なものですね、うん、各機関で、うん、それは役場であったり警察であったり消防であったりとかしますと、うんうんうん、それぞれで対策本部が設置されるんですけれども、うんうん、警察ですと署長が、うん、対策本部長、役場ですとおそらく村長さんですかね、うん、はいはい、うん、でそういったのが立ち上がりますよ、うんうん、というのをちょっとイメージしてもらうために、うんうん、訓練では、うん、この舞台の方にですね、うん、ちょっと、だいぶ省いてるんですけれども、うんうん、こういったイメージで映像も見ながら、うん、それぞれの機関の長の皆さんも、責任者ですの です、ね、いる中 で、はい、でホワイトボードも置いたんですけれども、置いてましたね、はい、いろんな情報共有、うんうん、はい、がされるよということをですね、うん、ちょっとイメージしてもらおうかということで、うん、はい、実施しました、はい、そしてまだ映像の、ね、映像を見せるためにも今回は、ね、モニターも、はい、用意させていただきまして、はい、でその中で、今ご紹介がありました災害指揮所設置訓練、はい、で恒例のこのまず、ね、流れとしまして、まずいろんな人たちにこの情報が行ってるんですよね、はい、でそれをまた一つにしなきゃいけないということで、はい、各自治体の皆さんが、それぞれの警察や二来消防の方たちに自分たちが持ってるこの情報を伝達をしていましたね、はいはい、でもやっぱ伝えるときってなんか大切なものってあります？キーワードとか。そうですね、うん、まずは人的な被害がどうなのか、そっか、そこからですね、それをやって、うん、あと、家屋が倒壊したりとか物的なものとか、うんうん、あとどこの道路が通れないとか、うんうん、交通規制されてるとかですね、うんうんうん、そういった感じの情報ですかね、うん、なるほど、はい、先にそっか人的被害ここに、通常なら人がいるんだけど建物が崩れてるってなると、はい、そこからやっぱりそうですね、ですね、やっぱ救助活動をしないといかないので、そういったものがですねそれぞれのですね、警察や二来消防などにね、また読谷村役場として、うん、情報伝達をして、それがまた一つのこの、ホワイトボードに集結をして、でやっぱりすごいなって、やっぱなんていうの、無線、ね、無線でもしっかり皆さんやられていたので、はい、やっぱり一つ一つ言うことに対しても慌てずしっかりやっぱ伝えてるなっていうのがすごくやっぱ印象的でしたね、はい、うん、さあこちらですね、まず私たちが行ったのが災害気象設置訓練というものを行いました、はい、さあ皆さんもですねやっぱ人的被害というものがですね、はい、発生する可能性がありますので、そこからしっかりですね、皆さんに伝えるということをやっていただきたいと思います。さあ続いてですねやったものが、こちら次何でしたっけ、船城さん、はい、これ緊急通行表彰配布訓練という、はい、これもまたなんか、はい、私初めて見たんですけど、はいはい、これはどういった訓練なんですか。これはですね、うん、主にライフラインの、うん、業者さんとか、役場の、うん、車もそうですけど、うんうん、災害が発生して、うん、ところあちこちで道路が規制されると思うんですが、はいはい、うん、ただ、いろんな活動をしていく中でどうしてもやっぱ緊急車両を優先して通す道路とかを設けないといけない、うんうん、で、ただその道路を通るためには、うん、
警察のパトカーとか消防車とか救急車はもうサイレンがついてる緊急車両はま通れるんですけど、そういうのがついてないあの車両、あの電力さんの車とか、あと水道の車、水道局とかありますよね、あの電話とか。でただやっぱり活動しないといかないというところで、どうすべきかというところで、この表彰、表彰があれば、この警察が規制している緊急通行路も通れますよということで、はい。ただこれは事前にですね、警察に届け出をしておかなければならない。これ事前にね、はい、で災害が発生したら、あの警察署の方でこの表彰があるん、なんか金色か銀色の表彰があるんですけど、ありました、これを配布してそこを通れる、これがないと通れないです。はい、あの表彰も初めて見ましたね。今回は、協力してくださったの読谷村建設業者会の皆さんたちで、はいはい、やっぱり災害時にはそういったこのなんだトラックとか、はい、ユンボとかですよね、そういったものが通るためのやっぱり、あの 標識や表彰が必要ということで、はい、やっぱ結構どこからでも見れるようなちょっと、ね、大きめな、ね、うん、はい、ものやっぱ乗ってるものが大きいですから ね、はい、ね、そういったものをね初めて見させていただいて、その時はユンボを運ぶというですね、想定だったんですけども、今回建設業者会、山中組さんやあの重下産業ね、はいはい、のご協力いただいて、やってたんですけども、やっぱああいった訓練初めて見るものばかりで、その流れをやるってとても大切ですね。そうですね、あのお互いの警察官でもですね、あの分からない人がいたりとか、あの東日本大震災が発生して、ちょっとその以降はですね結構関心があって、はいはい、みんな、分かってたんですけど、なかなかこういうのですね知らない人もいてですね、お互い職員でもですね、そうですね、だって災害ってね、本当に起こるか起こらないか、普通にしてたら分からない状態ですもん ね。本当に私たちもこの貴重なものを見させていただいて、そして、建設業者会、そして、重下産業のこの社長た皆さんたちもですね、あ、こんな経験はすごくいいって言ってましたので、もっともっとやっぱりね、いろんな人たちの業者の皆さんたちに今回またこういったのがあるよっていうのを関わりを持ってた方がいいかもしれませんね。そうですね、さあ、これをね無事、終わりまして、でそうして今度はですね、あの二来消防の方からもですね、社内からの救出要領ということで、はい、はい、あのそれも訓練の一つとして、はいはい、やっておりましたけども、はい、これはですね、はい、あの、まあ、地震とか、そういう、災害があると、まあ、家が潰されたりとか、で今回あの車が、車両がですね、横転したとか、潰されたとかいう想定で、やってみようということで、まあ、本来であればあの消防はですね、あの専用の資機材持ってますので、本当破壊したりとかしたかったんですけど、まあ、ちょっとそれ予算とかの都合でできなかったので、まあ自分の車使うわけにもいかないので、まああの見なしでやったんですけれども、ただあの消防、そうですね、消防あのプロなので、どういった形で救助するのか、どういあのいろんな負傷の対応もありますので、呼吸がないとか、あの意識があるとかやってました、やってました、その辺ですね、ちょっと皆さん知っていただこうかということで、はい、やっぱりなんか本当にあの頭首の骨頸椎をやっぱ固定をするとか ね、やっぱ意識がある人たちの車の出し方だったり、で意識がない人たちの車の出し方だったりっていうのをね、やっぱり少ない人数でどうできるかっていうものをね、やられていたので、これも本当にやっぱりすごく勉強になったし、また、本当にこの出血をしている時にどういった対応をするのかっていうのも、やってましたので、これはすごくやっぱり私たちの方でも勉強になったなと思いましたね、はい、でも本当に、警察もそうですけど、二来消防もすごいです ね、こういった現場で ね、大きな声出して、大丈夫ですかみたいなね、ね、そういったものをね今回やられておりましたので、二来消防本部の皆さんね、また読谷消防署の皆さん、本当にご協力ありがとうございました、はい、この時もたくさんのね見学者も来ておりましたね、やっぱり、あ、そうですか、はいはい、このやっぱり、消防のねこの救出劇っていうものもね、見るということで、さあ続いてこの二来消防の方からですね、社内からの救出、要領講習っていうのを受けて、その後今回初めての試み、はい、はい、何でしたっけ、はい、ドローンを使用した情報収集訓練ということで、はい、これ実施しました、はい、ドローンですよ皆さん、はい、ドローンを使って今回の災害対応訓練をするというイメージ全くなかったんですけど、どうして今回このドローンが入ってきたんですか。あ、
まずはですね、あのドローンの、うん、関係でこの読谷飛行組合さんでありますけれども、うんうんうん、はい、去年の 3月ですかね、うんうん、協定を実は締結しておりまして、はい、うんうん、災害とか、うん、行方不明事案とか、うん、があった場合には、うん、ドローンで上空からですね、うん、捜索してもらうということで協定結んでます。で、今回の訓練でも、うん、ちょっと、なんていうんですか、まあ、皆さんに周知する意味でもですね、うんうんうん、ちょっとやってみようということで、うんうん、はい、始めました。そう、すごくやっぱりね、うん、皆さん興味があったのか、うん、ドローンの時もね、うん、人だかりできてました ね、 そうですね、うん、関係者の皆さんがどういった形でドローンというものを使って、うん、この対応するのか、災害に対応するのか、うん、そしてドローンのこの活用方法っていうものも、うん、やっぱりすごくやっぱ皆さん興味があってですね、どういった形でやるのか、もうこのドローン組み立てる段階でこれどうするの、うん、何するの、うん、っていうことをおっしゃってる皆さんもいましたけれども、さあ、この後です、CM を挟みまして、さあドローンによる情報収集訓練、ドローンがどういった形でですね、訓練で皆さんにお披露目さ、したのかっていうのをですね、皆さんにご紹介していきたいと思いますので、引き続き与那城さん、どうぞよろしくお願いいたします。はい、それでは一旦コマーシャルです。
時刻は1時32分です。お届けしております FM みたん防災情報番組災害時は786お届けしております。さあ今日はですね、先月10月24日火曜日朝9時から行われました、平成29年大規模災害対応訓練ということで、今日はですね、その振り返りながら訓練の模様、そしてそういったですね内容をですね皆様にご紹介させていただいております。さあ今日はですね、沖縄県嘉手納警察署警備係長の与那城さんと一緒にですね、ちょっと振り返りをさせていただいておりますけども、与那城さん引き続きよろしくお願いいたしますね。はい、はい、さあ先ほどはドローンの話をしましたけども、はい、ね、今回、この災害対応訓練の中の一つのまた、目玉の一つでありましたこのドローン、はい、ね、去年の3月にこの協定を結び、そして災害時にどう役立てるか、今本当に世界中で注目されてますもんね。そうですね、ドローンはね、はい、県外でも結構連携してですね、訓練してますね。今回またこのドローンが、どういった形で、読谷村の方のですね、災害対応訓練をしたかといいますと、どういった形になりましたかね。あ、これもですね、想定でですね、離れた場所になんか負傷者がいる、はいはい、可能性が高いということで、なかなかこう危険な場所で人が近づけない、で、ヘリコプターのカメラもあるんですけど、県内に県警に1機しかないので、なかなか要請とか難しいですし。そうな、県警に1機だけなんですか。ヘリは2機あるんですけど、消防はないですよね、自衛隊とか海保さんとはありますけれども、県警にはこう、はい、2機しかないので、で、大規模災害とか発生すると、読谷だけばっかりにも行かないので、本当ですね、それで、天気が悪かったりとかするとまた飛べなかったりとかいろいろあるので、で離れた場所で、負傷者がいるかもしれないということで、このドローンで、探してみようということで、この要救助者やこの周囲の状況をこのドローンで撮影をするとかですね、またドローンって、このコントローラーでやってたんですけども、超すごいですね。そうですね、相当な技術がないとあれね、本当ね、なんか見失わないかなっていうぐらいの、やっぱ高さも飛ぶし、やっぱりこの近くでも飛ぶし、ね、そういったやっぱこの建物のこの隙間をこのしかも見せながら、ね、やるっていうの、このコントローラーの皆さんのこの手元すごいなと思って、で、今回ですけども、与那城さん、この、ドローンについてたこの映像を、FM ユミタンの方でですね、もうすぐ見れるような、スマートフォンでも見れるようなですね、流れをさせていただいて、ドローンがどういう角度で今見ているっていうものを今回映像にして、皆様にお届けすることができたので、これをまた、今回参加された皆さんとかにですね、うちの中曽根局長の方が携帯電話を持ってですね、今こういうふうに今ドローンの上空から皆さんを映してますよっていうのを見てるので、これに皆さん驚いてましたね。あ、こんな形で見えるんだっていうことをやっぱり見せなきゃね。見せてやっぱ触れるっていうのが一番大切だなと思いましたね。この訓練でおそらく実災害の時にもこれなんか活用できるんじゃないかなということで、そうですね、分かったところですね。今回本当に読谷飛行組合の皆さんに本当にご協力いただきましてね、やっぱこうやって災害協定結んでおくっていうのはとても大切ですね。そうですね、さあ今回ですね、本当に、目玉でもありましたドローンによる情報収集という訓練をですねさせていただきました。でその後なんですけども、その後、現地指揮所におけます情報今度は伝達訓練ということで、こちらの方もですね、それぞれこの読谷村のこの防災無線を使ったり、またですね、皆さんからいただいた情報がどういうふうにして、町民や村民の皆様に伝えられるかということを、させていただきまして、読谷村役場と同じようにですね、私たちラジオ放送災害放送に切り替えますので、そのラジオ放送の時にはどういった放送をしたのかというものをですね、どういった放送をするのかというものを、今回ですね、FM タンスタッフ金城玲子の方がですね、皆さんラジオ機の皆さんということで、この状況だったり、そして今、読谷村役場の入っている情報、新しい情報、こうよ、嘉手納警察署から入っている情報はこうよ、二来消防がこういうふうに動いてますよとかいう情報をですね、ラジオのですね放送を通して皆様に伝えましたけども、ね、これも私たちにとってもいい訓練でした。
やっぱりなかなかね、うん、普通こうやって喋ってるのは喋れるけども、こういった災害訓練になった時って何をどのようにして伝えていかなきゃいけないっていうのがね、やっぱり日頃からやっておくべきことだなと改めて感じましたので、本当にちょっと私たちも感謝したいなと思いますね。そういった情報の、訓練をしまして、でそしてその後なんですけど、これも今回もまだ大きな注目でしたね。そうですね、はい、今回災害救助犬による、うん、負傷者捜索訓練という項目で実施しましたんです、うん、はい、救助犬、はい、ワンちゃんたちですよ、はい、ね、はい、沖縄県にこういったこの救助犬の、救助犬訓練をやってる、施設があるっていうのを多分なかなか皆さん知らないじゃないですかね。そうですね、うん、結構でも本島の南部の自治体のところでは、うん、救助犬による捜索訓練とかやっていて、何でしょうかね、私もまあ、ネットとか新聞とかでは、よく関心があって見てたんですけれども、うんうんうん、なんか東日本大震災にもなんか行ったりとかしてね、行ったって言ってましたね、この NPO 法人災害救助犬協会さん、うんうん、本当ね、うん、しかもこの、NPO 法人沖縄災害救助犬協会、はい、うるま市の、西野原とかで入り丸の方にあるということで、はい、秋名小学校近くでね、大体どれぐらいのワンちゃんたちがいるんですかね、何頭って言ってましたっけ。そうです、40とか言ってましたか ね、結構な、はい、頭数 いて、はい、本当にやっぱりいろんなところで訓練や活動もしてるんだなと思いましたけど、うん、今回これ災害でシェパードとかもいたんですけど、あれも警察犬の一つでなんか訓練をして、警察犬のワンちゃんたちはまた別ですか ね、同じシェパードだから同じなのかなと思ったけど、うん、やっぱり災害は個性あるんじゃないですか、個性が違うんだろうね、はいはいはい、訓練の仕方とかね、はい、なんか最近では与那城さん、うん、私も新聞で見たんですけども、うん、今回私たち読谷村の方に参加したこの救助犬はシェパードだったんですよ、はい、2頭ね、 でも最近の新聞に小型犬、うんうん、白いねトイプードルのちっちゃいワンちゃんもですね、うんうん、活躍してるんですよって新聞に載った時、すごいなとか思って、うん、やっぱこうやって皆さん毎日訓練をされてて、うん、ね、私たちをまたいつ、こういったか、災害になった時には助けてくれるっていうね、一つになるんだなと改めて感じましたね。吉野、うんうん、さん見たことありますか、この昨年情報。調整の中でですね、この救助犬協会さんの施設に行ったんですけれども、うん、はい、うるま市の方に、はい、うん、行って、実物はそこで初めて見たんですけどね、うん、どうでした見て、まあ、普通の犬なんですけどでいろいろ訓練はやっぱされていてですね、うん、むやみやたらに吠えなかったりとかですね、そうそう、本当にこのコウキさんでしたかね、うん、そうそうそう、この方が吠えろって言ったらまた吠えるんですけど、ね、うんうん、やめって言ったらまたやめるです、ね、うんうん、そんな感じでね、うん、しっかりなんかやってたのがすごいなと思いましたね、うんうん、でもなんかやっぱりああいうのを見てみると、うん、なんか自分の飼ってるワンちゃんとかできるのかなとかってちょっとやってみたら全くなんか知らんぷりで逃げて、うん、あ、行っちゃったって思って、うん、ね、やっぱこの後ちょっとやってみたいなって思った、人たちも多かったのではないか、うん、それはなぜかというとですね、吉田さん、この災害ワンちゃんたちの災害救助犬の時に、読谷村内のですね、はい、園児たちが結構来てて、うん、はい、で子どもたちがやっぱりこの救助犬がこの隠れ、倒壊されて、建物の中に、ね、うん、いる人たちをこの助けるために、ね、埋もれているっていう想定だったんですけども、うん、ワンちゃんたちがこの2頭いてまず1頭が確認をする、うん、はい、ここにいるよって言ったら、さっきのこのパートナーのコウキさんとかにね、ワン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 って吠えて、うんうん、でも1匹だけで、終わらず必ず確認、本当かどうかっていうのを二重確認をしてたんですよね、うんうん、でここに生存者、可能性ありっていうことをまた2頭が同じところで吠えるもんだから、うん、でそこでやると、あ、やっぱりいたねということで、うん、まあ、そういった時にもやっぱりあ、しっかり確認をしながらワンちゃんたちもこのやっぱ一緒にパートナーの皆さんたちもね、うん、やられてるんだなと思いまして、うん、また園児たちもそういったものをしっかり見てたので、うん、また、声援もすごかったですよ、頑張れって、うん、ここにいるかもよとか見たかったんですけど ね、まあ、でも本当にいいものを本当見せていただいてありがたいなと思いましたね、今回は本当にやっぱりここ読谷の方にもですねこの災害救助犬をね、来て一緒に、参加したことがすごく良かったなと思いまして、うん、本当にまた何か一緒にこうやってやりたいですね、
ね、そうですね、まあ今回、まあ、読谷村でやったんですけれども、いろんな機関交えてやったんですけど、まあ、ちっちゃい9年でもですね、個別にまあやったりとか、それも考えたいと思います、ね、本当にちょっとやってみたい、そして、多くの人たちにちょっと見せるっていうのを ね、やりたいなと思いましたね、はい、さあこちらね、こちらも本当に今回の柱の一つとありました災害救助犬による負傷者捜索訓練を皆様に見ていただきました。でその後、またまた今回二来消防の方でですね、負傷者発見時の対応訓練、はい、こちらの方もやられておりましたけども、はい、与那城さんもいろんなところでもこの災害、この対応訓練、負傷者の発見の訓練など見てきてると思いますけども、はい、うん、どうですかやっぱり見てて、あ、うん、やっぱり消防の方はもう本当プロですので、うんうんうん、まあ、警察でも負傷者の対応とかまあやりはするんですけど、うん、あの消防の方はもう日頃から訓練されていますので、うん、専門知識もありますので、うんうん、この辺はやっぱりさすがだなというふうに、うん、あ、見てないんですけどねであの調整の中でね、うん、そういうふうに思いましたし、うんうん、ただあので消防の方があの住民とかあの見学者の皆さんにですね、いろいろレクチャーしてたと思うんですけど、そうそう、やってました、やってました。本当理由はですね、もう本当に大規模災害が発生すると、うんうん、消防の人がですね、すべてあの自分のところに来るとか、限らないので、皆さんで知っとかないとというところでですね、この訓練ちょっと入れたところですね、とっても大切です。なんか、あの血が出ている、しかもこの血もタラタラじゃなくてドバドバ、もう本当に結構出てるっていう量 の止め方だったりとか、そういったものをこの子どもたちの前でもね一生懸命教えてて、でやっぱりあの何もないところで人を運ぶっていう時、1枚の毛布があったらどのようにして運ぶかっていうのもやられてたし、そしてやっぱり質問の中も、あ、質問もあってですね、やっぱり園児たちがいて、で園児たちからの質問じゃなくて園児たちをと一緒にいる先生方からですね、あのガラスとかそういったもので、子どもたちが血を出した時って子どもたちで抑える力ってどうなのか、っていうものも二来消防に聞いてて、あ、確かに子どもと大人のやり方っていうのがまた違うやり方があるっていうのも今回やっぱ教えていただいてよかったなと思いましたね。さあ与那城さん、もうさ、はい、次のコーナーで最後でありますけども、引き続きよろしくお願いいたします。はい、はい、thank you.
て時刻は1時48分にもう間もなくなります。お届けしております防災情報番組災害時は786。あ、今日はですね、先日やりました、読谷村のですね文化センターの方でやりました平成29年大規模災害対応訓練ね、その振り返りを嘉手納警察署警備係長の与那城さんと一緒にですね振り返りをさせていただいておりますけども、与那城さん、はい、こうやって振り返ってみるといろんなことをやり、また調整なども大変だったと思いますけれども、はい、ね、そしてまた皆さんに伝えたいこともね、やっぱり私たち振り返ることによって、ああすればよかったね、こうすればよかったねっていうのが出てきますからね。さあ、この、災害対応訓練、はい、の訓練内容あと少しなんですけれども、はい、先ほどは救助犬ね、そしてまた負傷者の発見時の対応訓練、本来なら、多分与那城さんの頭の中ではここにヘリが来る、県警ヘリが来るっていう想定だったと思うんですけど、なんと当日ですね、本当の事件が起きてしまいまして、はい、その時にいた警察官すべて出払ってしまって、ね、あ、これも訓練だなと思ったくらいに、うん、ね、もう最初びっくりしたんですけど ね、うん、警察官集合みたいな、うん、イエーイみたいな、でその時は二来消防が、ね、いろいろ話をされてたんですけども、でもやっぱりこのまた本当にこの県警ヘリが本当に本来ならこのちょうど時間帯にこの私たちが訓練している上空を飛んで、ね、皆さんにお披露目できるっていう状態だったんですけど、本当の事件が起きてしまいまして、この出動しています県警ヘリもそのままこの、現場の方に向かったということで、これもまあね訓練の一つですよという話がありましたけども、うん、でもその後与那城さん、はい、しっかりと閉会の時にですね来てくださってましたの で、うん、ね、本来はもっとどういった形をやろうとしてたんですか。まあ大規模の災害が発生しますと、うん、なかなか地上からの情報収集、パトカーとか人が歩いて、うん、警察官とか、歩いてですね、うん、被害状況とか調査するんですけど、うん、なかなか地上からは見えない部分もあったりして、うん、全体的なものを見るためには、うん、やっぱり上空からっていうところでですね、うんうんうん、で上空からどういう形で見えるのかというのをですね、うん、結構鮮明にアップできたりとかですね、うんうん、東日本大震災の時の津波の映像とか覚えてると思いますけど、はい、結構状況がですね、うん、把握できるので、うん、それをちょっと知っていただこうかなということで、うん、いろいろやったんですけどね、うん、はい、でも最後、はい、まあ、しっかり来て、うん、ヘリからの、ね、うん、上空から私たちがどのようにして見えてるかっていうのを、うん、また映像を介して見ることができたので、うん、これはこれですごくやっぱり貴重でした ね、うん、ちょうどまた先ほどね、救助犬の方の時にいた園児たちもね、うん、まだ残ってましたので、うん、一生懸命ヘリに手を振ってたんですけどもね、うん、その振ってる風景をまた自分で映像で見る、うん、あ、こういった形で、まあ、自分たちが見られてるんだなっていうのを、また映像を挟むっていうのはやっぱりいいですね。そうですね、うん、まあ、こうしながらまたちょっとまた楽しみも入れながらですね、うん、そうですね、はい、ガツガツでやってしまうとね、だんだん離れていってしまいますから ね、ちょっと楽しみも入れながらというところで、はい、うん、そういうのを考えています。はい、また本当に、はい、今回の訓練の方はですね、こうやって無事約2時間ほど、やりまして、皆さんで終了することができましたけれどもね、この嘉手納警察署長、そして二来消防の東署長など、そして読谷村の石峰村長をはじめね、多くの皆さんが参加し、そしてやっぱりやり続けることがやっぱ大切だねということで、二来消防の東署長の方も、そして砂川署長も言ってましたけどもね、やっぱりこの与那城さんたちも振り返って、嘉手納署もどんな話の内容がちょっと出てきましたか。あ、まあ、運営上の、ものから言いますと、うん、まず日程と場所関係とかですね、日程ね、なかなか今回平日だったんですけれども、うんうん、平日ですとやっぱり、お仕事とか、うん、学校とかありますし、うん、また、場所もですね、うん、今回ちょっと警察署機能の移転訓練というのもあったので、はい、文化センターの方やったんですけれども、うんうんうん、ちょっと場所の制約とかもいろいろありましたし、うん、で、いろんな機関お願いしたんですけれども、うん、やっぱり業務があったりとかですね、うん、そういうのがあったので、うん、休日とか土日の実施とかもですね、うん、ちょっと考えようかなというふうに思いました。あ、なるほどね、はい、今回は確かに平日で皆さん仕事をしながらのですね、うん、訓練だったんですけども、やっぱりああいった訓練はまた週末に持ってきて見せる訓練も必要かもしれませんね。そうですね、はい、ね、子どもたちを含めね、はい、はい、またこれを続けるということはどうですか。うん、あ、そうですね、うん、
防災週間とか防災の日に、うん、まあ、こだわることなくですね、うんうん、まあ、台風とか多いですので本当、ね、なんていうんですか、この時期時期ですね、うんうん、訓練の代償もちょっと考えながら、うん、いろいろやっていきたいなというふうには思っています。本当ですね、はい、災害というものは本当に地震や津波そういったものだけではありませんから ね、うん、そうですね、はい、日頃からか私たちね本当にやっぱりやらなきゃいけないことというのもたくさんありますから、うん、ぜひ今回のこの訓練をきっかけにまたこういったことがあるということを知るということもねとても大切なこの訓練の一つだったのかなと思います、はい、本当に今回もいろんなこの日程とか、中身を考えるのもね一生懸命頑張ったと思いますけど、うん、残念ながら当日はいませんでした、ね、でまたいつの機会にもっとなんか、中身の濃いですね、この訓練模様などをですね、うん、また米代さん企画すると思いますので、はい、その際にはよろしくお願いしますね。はい、最後に米代さん、はい、やはり今回この災害ということで、はい、まず皆さんになんか伝えたい、まずこんなこれから先に皆さんやりましょうよっていうなんか伝えたいことなどありますか。伝えたいことはですね、うん、たくさんあるんですけれども、はい、で一応リストもいろいろあるんですけどね、うん、まず自分の命は自分で守ることとかよく言われるんですけど、はい、うん、で自分が今どこにいるのかとかですね、うんうん、どの場所にいて、うん、どういう、まあ、海岸に近いとかいろいろありますよね、うん、はい、で発生したらどこに逃げるとか、うん、あとまた自宅に付近にですね、うん、あともう本当今日ヘルニアで休んで分かったんですけど体の不自由な方とかいないかとかですね、あの本当に自分で動けないので、うんうん、そういった人を、うん、どうやって対応するかとかですね、うんうん、いろいろ考えてほしいし、あと災害だけとかじゃなくいろんな事故とかもありますので、はい、例えば、まあ、最近ちょっとうちの仕事の関係で言わせますと、うん、ね、海外でもテロがあったりとかありますね、いろんな、なんていうんですか、コンサート会場でいろいろあったりしますよね、うん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 、そういったところでもですね、うん、本当に予期せぬことがいろいろ起こりますので、うんうん、また今トランプの大統領がまあ来日するとかで、うん、ですね、あちこち警戒も厳しくなっているところがありますので、はい、うんうんうん、まあ、東京とか行かれる方は、ね、はい、その辺また協力の方お願いします、うん、ということですかね、まあ、いろんなまあ災害、うん、事故も含めてですね、うん、はい、対応はいろいろ考えてほしいと思います。そうですね、はい、さあまたね、日上行き、そして嘉手納警察署に行って、うん、米代さんの方からいろんな情報をね、また皆さんにですね、また伝えていきたいと思いますので、引き続き米代さんよろしくお願いいたしますね。はい、はい、お願いします。末永く。末永く。はい、じゃあ今日も本当に1時間どうもありがとうございました。またよろしくお願いいたします。はい、腰早く直してくださいね。はい、さあ今日はですね、先日のですね、対応災害訓練の、振り返りを、米代係長の方とさせていただきました、本当にどうもありがとうございました。また来週この時間お耳にかかりたいと思います。お相手は日上ゆきでした。